佐渡小木地震とは、1802年12月9日に、佐渡ヶ島小木付近で発生したマグニチュード M6.5 から7.0と推定される地震で、京和佐渡地震とも呼ばれる。震源は、佐渡ヶ島南方海域の統計138.35度北緯37.8度付近と考えられている。津波発生の記録はない。小木半島の海岸では、 約2メートルの隆起が生じたと考えられており、露出した中心余の枕状溶岩を見ることができる。佐渡小木地震の震度分布が、住広氏は MK イコール3.5として、マグニチュード M イコール6.6を与えていた。宇佐美達夫は M イコール6.5から7.0、あるいは震度5の範囲を半径約30キロメートルとすると、 M6.6 から6.7になると推定している。小木地域に被害が集中し、第日本地震資料によると、小木町は倉庫数453戸がほとんど全壊し、出火して、三百328戸、土蔵23棟、寺院2箇所を消失、死者18名、港は地形変じて、干潟となったと記録されている。しかし、 流起した時刻と地震の時系列を示す資料は不十分である。佐渡年代期には未国に所々を破損する程度の地震が起こり、未国に大いに振るい、五役所をはじめ人家に至るまで破損に及んだという。なお、金光さんの甲府たちは数日前から異常を察知し、行動に入らずにいたために牲者はなかったと伝えられている。研究者の矢田敏文が一言一話召集。 スケス自身に意見を調べた結果として、小木海岸の調査から地震の周期はほぼ5000年から9000年と考えられ、最新の活動が1802年である。ありがとうございます。